年買ったばかりの掃除機が壊れました。いつもこのタイプのゴミ出しサイクロンを買ってるんですが、そこそこ長持ちしてくれるのに今回はかなり早く壊れました。同じ日立から出ている充電式スティックサイクロンを今回は買いました。充電式は初めてだったんですが、なんとこれ充電ステーションにほとんどの部品が刺さります。コンパクトに収納できてすごく便利。ミニパワーヘッドはこんな感じでかなり強力で、正直これが一番強力かもしれません。ヘッド自体が電動で動いていて書き出してくれる感じです。通常のパワーヘッドもそこそこで、先端に LED がついていて暗いとこでもゴミを発見できます。本体重量はそこそこあるんですが、スイスイ滑るように動いて結構軽く感じます。いろんなとこに LED がついてるね。充電ステーションにこんな風に部品を挿していくと勝手に充電が始まります。コンセントが使えるので、前回紹介したモバイル電源 G500 でもちゃんと充電できました。ソーラーパネルからモバイル電源を充電して本体を充電すると電気代を節電できると思います。商品スペックはこんな感じで、本体重量 2.8kg で充電時間が4時間、標準モードだと40分動いて、強モードだと13分しか持ちませんが、小さい部屋なら十分だと思います。